が、あの、主催で、閻魔宝七色祭りという、ちょっとね、催し物をさせていただくことになりました。今からね、今ちょうど13時過ぎたところなんですけれども、今から、15時半の、2時間半、関西一円から三つ葉屋を含め、14チーム、集まっていただきました。そのチームさんのね、各演舞を見ていただきながら、2時間半と皆さんと一緒に、楽しく盛り上がれたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。司会進行は、三つ葉屋代表の私林が、務めさせていただきます。拙い司会ですけれども、よろしくお願いします。それでは、オープニング、チーム演舞に先駆けまして、オープニングとして、今回踊っていただくチームさんを、に出ていただきましょうかね。はい、じゃあ、チームの代表者さん、ステージの方にご入場ください。はい、いや、でも僕ここにいるんで。はい、言うかな。はい、端から、ずらっと15チーム14チームですね。はい、集まりました。はい、じゃあこれから、各チーム、一言ずつちょっとご挨拶を。はい、そんなんの、受付の時にお伝えさせていただいてると思うんですけど。はい、では一番手、私からもうこっちから順番に回していきますんでお願いします。はい、一番手、三つ葉屋です。先ほども言いましたけど、京都と、奈良の方で活動しております。2021年、高知大阪を目指して、ただいま踊り子とスタッフを大募集中なの なので、この七色祭りを見て、また私でも、あの、三つ葉屋メンバーにもお声掛けいただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、関西一円の踊り子が集まって、結集されてできたチームの大阪夢船と申します。夏の高知に向けて、高知で踊りたいという気持ちを持った踊り子さんみんなで、あの、踊っています。今年の演舞夢かける、すごい爽やかな曲になっているので、ぜひ、あの、見て聴いて楽しんでください。お願いします。はい、こんにちは。バサラフリバジ新聞と申します。このね、奈良、それと大阪、まあ、ほとんど関西、いろんなところで、踊らせてもらってます。何喋ってんやこれな、いきなり喋れって、めっちゃ緊張してるんですけど、今日はね、この晴天の中ね、このお祭り、踊り子一同目いっぱい、盛り上げたいと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、大阪府守口市を拠点に活動しています文禄と言います。今日は三つ葉屋さん、地元の町を大切にお祭り作っておられるということで、その心に共鳴して踊りに来させていただきました。皆さんと一緒に楽しいお祭りになるように頑張ります。応援よろしくお願いします。こんにちは。楽しい宴と書いて楽園というチームです。今日は、あの、日本酒あるんで声かけてもらったら振る舞ってますんで、みんなで盛り上がっていきましょう。何ちゅう挨拶してるの。はい、閻魔宝、七色祭りの開催おめでとうございます。京都は城陽市から参りました踊り屋本舗響きと言います。近畿圏でいろんなところで活動して年間50ぐらいのイベントに行かせていただきます。今日も一生懸命踊ります。しばらくの間みんなと楽しみますんで、皆さんの協力必要です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私たちは南丹市八木町から来ました、京都八木よさこいと申します。よろしくお願いいたします。本日は、晴天の中、七色祭り開催大変おめでとうございます。私たちは、結成20年、あの、年は取ってるんですけど、踊れば元気になるをモットーに、今日も頑張って踊りますので、お手拍子よろしくお願いいたします。失礼します。背中の一文字、これ
意味わかります？読めます？読める人？いない。これね、サバじゃないんです。これね、トンボの意味を表します。精霊のせい、トンボです。トンボ組、オドナタと言います。オドナタ、秋の街をトンボのように、私たち祭りを盛り上げようと集まってきた太鼓チームです。2曲だけですけれども、今日は披露させていただこうと思ってますので、よろしくお願いいたします。こんにちは。ここなら鳴子年、小春と申します。本日は七色祭りの開催おめでとうございます。私たちは、柏市を中心に、ここ最近ちょっと立ち上げたチームなんですけれども、今日は、皆さんちょっと他のチームの方も協力してもらい、楽しく踊ろうと思っておりますので、ご声援よろしくお願いいたします。すいません、見事にスピーカーの真ん前で、はうったらごめんなさい。はい、今日は和歌山から、来させてもらいました。キーの国、と言います。僕らはフラフ、メンバタの振り手チームって言った、大旗だけのメンバーでやっております。今日は、たくさん本数持ってきてますんで、そこら辺もお楽しみいただきながら。で、鳴子花でやりますので、ぜひ踊れる踊り子さんいらっしゃいましたら、一緒に入ってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。和歌山県和歌山市で活動しているカラステングです。奈良県は初めてなのですごい緊張してるんですけども、すごく楽しみにしています。今日は、去年の曲紡ぎという曲を踊らせていただきます。楽しんでもらえたら幸いです。よろしくお願いいたします。京都府南丹市から来ました園部前組総流隊です。今日はちょっと人数が、もともとの少人数チームなんですけど、すごく少ない人数ですが、皆さんに楽しんでもらえるように私たちも精一杯全力で笑顔で楽しみます。よろしくお願いします。こんにちは。奈良県は大淀町から参りました、あかりブレイズと言います。大淀町の花火大会に結成されたばかりのチームなんですけれども、今はまだ梨とか の収穫があって、歌い手さんも来れず、ちょっと一ファミリーだけの参加になりますが、精一杯楽しんでいこうと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。三重県名張市から来ました、おかめと言います。桜の花に女と書いて、おかめと呼びます。ここにね、お邪魔させてもらうのは初めてなんですが、七色祭りのご開催、おめでとうございます。いいお天気に恵まれて、私たちもとても祭り楽しみながら過ごさせていただいてます。今日は1時間半、1時間半、ぐらいか。すいません。楽しんでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、以上のチームで、2時間半盛り上げてまいります。皆さんどうぞよろしくお願いします。チームの代表者の皆さん、ありがとうございました。はい、それでは、チーム演舞の方に参ります。トップバッターは、七色祭りホストチーム我々三つ葉屋が、先陣を切らしていただきます。はい、踊り子さん入りましょうか。皆さんこんにちは、三つ葉屋です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、